どうも、おたつです。2020年もね、もう半分終わってしまったんでね、今回はね、2020年上半期までに実際に使ってよかったヘッドセット6000をね、発表したいと思います。今までね、使ってきたヘッドセットはもうね、山ほどあるんですが、その中でもね、個人的にこの製品はね、良かったなぁとね、思えるものだけ紹介させていただきます。ゲームヘッドセットはね、もう何種類も持ってて、マジでね、選ぶの大変だったんですが、なんとかね、6個に絞らせていただきました。早速ね、紹介していきたいんですが、まぁ、今回のね、選定基準だけね、聞いてください。今回のね、動画で登場する製品はね、もうすべて、ステレオ音声で使用、そして密閉型、重量 350g 以下となっております。万人がね快適に使える製品をね考えた結果このようになりました。しっかりね使い込んだ製品をね数の中からね絞り込んでるんで、もうかなりね信憑性のねあるね内容になってると思います。高価な製品からね安価な製品まで入ってるんで、ぜひね今回の動画をね参考にゲーミングヘッドセット選びをしていただけると嬉しいです。それではね早速見ていきましょう。だけね、第6位からね、発表していきます。第6位はね、こちら、ハイパー X のクラウドアルファになります。僕のね、ブログやね、別の動画を見ていただいている方は、まあ、なぜか分かってるかもしれないですが、これね、現在はね、製品名の最後にね、S がつく最新版があるんで、これね、少し古いっちゃ古いんですけど、いいヘッドセットだとね、僕は思ってます。元々のない価格はね、これね、1万3000円くらいだったんですが、現在はね、8000円くらいでね、購入できます。発売当初にね、比べればもうね、約5000円くらいね、安くなってるんですよね。一時情報じゃないんでね、これね、真相はね、ちょっとなんとも言えないんですが、これね、どこかのヘッドホンの OEM っていうね、話があるんで、全体的にね、製品のレベルが高いんじゃないのかなって思ってます。というわけでね、付け心地や全体の質感などにね、フォーカスしてザザッとね、伝えると、これね、付け心地ね、軽量かつ不格なんで、まあ、付け心地はね、良好かなというとこです。で、全体の質感は、まあ、8000円以下のね、ヘッドセットには見えないよねっていう感じです。で、マイクはね、ボイタなら、まあ、十分ね、使えるレベルかなというところです。で、これ音質はね、解像度は高くないんですが、まあ、ゲームで必要な音はしっかり聞こえるかな。こんな感じになってます。で、これね、音質に関してはね、デュアルチャンバードライバーっていうね、特殊なドライバーがね、採用されてるらしくて、低音ベースながらも中高音のね分離がね結構いいんで、まあ、しっかりねゲーム音っていうのはね聞き取ることができます。まあ解像度はね高くないんですが、これね定位はしっかりしてるんで FPS、TPS でしっかりと使える製品だと思います。マイク音質に関してはね、まあ正直そんな良くはないんですが、まあボイチャならね全然いけるかなっていう感じです。ちなみにねクラウド2っていうねヘッドセットとねこれねよく比べられるんですが、口コミとかをね見る限りあんまりね音質に違いはないらしいです。そちらはね USB でサラウンドにねする機能とかがねついてるんで、まあ PC でね使うんだったらそっちを選んでもいいかもしれないですね。1万以下でね音質と質感のねいい製品をね探してる方はね、ぜひねこの製品検討するね価値あると思います。参考にしてみてください。続いて第5位にランクインしたのはこちらロジクールから販売されているプロゲーミングヘッドセットです。価格はね1万5000円と、まあ、6位のねクラウドアルファにね比べるアタック感じるんですが、音質はねさらにね FPS、TPS に向いてるのかなと思います。ちなみにねプロ X というね同じ見た目のね製品のこれね廉価版になるんで、まあ、サラウンド機能とかはねついてないんですが、そもそもねサラウンドはね FPS、TPS で僕は使わないんで、まあ、こっちでね十分かなという結論になります。それとね PS4 で使う際は USBサウンドカードとかのね機能がねフルでね使えないんで、コンソールゲーマーだったらねこっち一択だと思いますね。ただサウンドカードを所持してない PC ゲーマーの方がね検討するんだったら、まあプロ X を選択に入れるのはありかなと思います。というわけでね、5位にランクインしたプロゲーミングヘッドセットの付け心地や全体の質感などにね、フォーカスしてザザッとお伝えすると、付け心地はね、速圧がね、強いんで、まあ人を選ぶかなというところです。全体の質感に関しては価格以上のね、質感かなというところです。マイク音声に関してはね、まあ普通にいいかなという感じですね。音質はね、強すぎない低音に中高音もね、しっかり聞こえます。クラウドアルファよりもね、ランクがね、上なのは、まあ音質やね、マイク音声がいいからなんですよね。価格がね、全然違うじゃんって言われるかもしれないんですが、一時期これね、9800円とかでね売ってたんですよ。それならねこっち買いますわという感じ。2020年のね7月の段階ではAmazonとかもね売り切れちゃってるんですが、量販店ならねまだ残ってる場所あるかもしれないですね。プロゲーミングヘッドセットのね特徴として、これね中高音ベースのチューニングで、ロジクール独自ドライバーであるこれね 50mm のねドライバーがねいい仕事してくれてますね。プロゲーマーとね共同で作られたのもあって、 FPS とかね TPS で、まあ、足音ねしっかり把握できるようになってます。普通にね、プロゲーマーの方もね、こいつね、愛用してる方結構多いんで、ガチでね、おすすめできます。
あとは高級感があってゲーミングヘッドらしくないね、見た目もね、いい点だなってね、僕は思ってます。ただね、一点注意してほしいのは、さっき言った通りこれ、ね、速圧強いんで、長時間つけてると人によってはね、疲れてくるんじゃないのかなという感じです。まああんまりね、頭が大きい人にはね、これおすすめしないかなというところです。今後ね、Amazon とかでね、在庫がね、補充されるのかわかんないんですが、普通にね、いい製品なんで、見かけたらね、ぜひ買ってみてください。次に第4位なんですが、こちら JBL から新発売されたクオンタム100というね、エントリーモデルのヘッドセット。なぜね、あえてエントリーモデルをランクインさせたかというと、これね、まずコスパ良すぎなんですよね。今回ね、紹介するゲーミングヘッドセットの中ではもうね、最安値にはなるんですが、音に関してはね、こいつね、その辺に売ってる、まあ、8000円くらいのね、製品にね、勝てるかもしれないです。ゲーミングヘッドセットでね、安い製品って、ただ単純にね、低音強調してるだけのね、製品が多いんですけど、クオンクオンタム100、こいつに関しては音のね、バランスがいいんですよね。というわけでね、4位にランクインしたクオンタム100の付け心地やね、全体の質感などにね、フォーカスしてズタッとお伝えすると、これね、付け心地は軽くてね、速圧も強くないんで、もう全然ね、疲れないです。で、全体の質感に関してはね、まあ、見ていただいた通り、これプラスチック感がね、強くて、まあ、高級感はね、ないかなというところです。で、マイクに関してはね、もう3900円でこの音はすげーよって感じです。で、音質なんですけど、特定の音をね、強調する鳴り方じゃなくて、もう全体的にね、クリアな感じで本当に聞き取りやすいです。まあ、なんと言ってもね、もう見た目にはね、もう高級感はね、全然ありませんが、もうメリットもね、これあるんですよ。軽量プラスチックなんで、重量がね、230g なんですよね。平均的なゲーミングヘッドセットのね、重さって 330g ぐらいかなって僕は思ってるんですが、こいつはね、100g 軽いんですよね。JBL からね、販売されてる少しね、上位モデルになるクオンタム400ってやつもね、これ僕持ってるんですけど、質感除いてね、付け心地はね、こっちのが断然上です。音質に関してはね、まあ、40ミリのエントリー向けドライバーだから、こいつはね、まあ、音のね、迫力はないんですが、定位が良くてね、足音などのね、把握っていうのはね、結構ね、しやすいです。正直ね、低音ブリブリ出すだけのね、ゲーミングヘッドセットのね、時代はね、終わったのかなとね、僕思ってるんで、これくらいがね、マジね、ちょうどいいんですよね。あとはね、PS4 コントローラーない、直差し。これで、ね、直差しで使いたい人もね、安心してください。いろいろなね、用途をね、想像してね、作られてるからかわかんないんですけど、しっかりね、音取れるんですよね。このレベルの製品をね、もう3900円で出されちゃうと、結構ゲーム向けにね、ヘッドセット作ってるね、企業はね、しんどいんじゃないのかなと、僕はね、思っちゃいます。それとね、個人的にですが、400と100で足音どっちが把握しやすいかって言われると、100の方がちょっとしやすいかなと思っちゃってます。まあ確かにね、400は、階層度はなんか高い感じはするんですが、なんかね、低音ちょっと強めだからか、余計なね、音まで聞こえる感覚になるんですよね。あくまでこれはね、Apex で僕がね、使った感想になるんで、この部分に関してはまあ参考程度にしてやってください。まあ、3900円で、しっかりゲームに使えるヘッドセットだと思えばね、マジで安いんで、もうね、これ試す価値ありまくりだと思います。ぜひね、気になった方は概要欄のね、リンクの方をね、チェックしてみてください。続いてね、第3位にランクインしたのはこちら、ベイアーダイナミックから販売されてるカスタムゲームになります。ここからはね、ちょっと値段がぐっと上がっちゃうんですが、値段相応の製品なんでね、安心してください。ベイアーダイナミックといえばね、忍者が愛用してる DT990 Pro に憧れてる人も多いと思いますが、ゲーミングヘッドセットもね、いい製品が多いんですよ。というかね、いい製品しかないです。ヘッドホンとのヘッドセット合わせてこれね、4個ぐらいね、持ってるんですが、もうね、全部満足しちゃってます。そのぐらいね、いいメーカーなんですよ。この製品に関してはね、面白い機能盛りだくさんのね、変わったヘッドセットというね、認識で大丈夫かなと思います。というわけでね、3位にランクインしたカスタムゲームのね、付け心地や全体の質感などにね、フォーカスしてザザッとね、お伝えすると、これね、付け心地、まあ、付属のイヤーパッドは少しね、蒸れやすいんですけど、まあ、速圧はね、弱めで付け心地はね、いい部類かなというところです。そしてね、全体の質感なんですけど、これね、ハンドメイドで作られてまして、もうかなりいいです。で、マイク音質なんですけど、これね、柔軟なマイクでね、音質もね、マジでね、いいんですよね。で、音質はね、音の分離が良くて、はっきりとした音声が聞けます。まあ、こんな感じですね。で、これね、さっきね、面白い機能って言ったのは、ヘッドセットのね、下の部分、この部分にね、低音をね、調整するね、スライダーがついてるんですよね。これをね、動かすことで、音がマジで変わります。ゲームで使う際は、僕ね、低音を控えめで使って、
てるんですけど、これね、迫力欲しい時はね、低音をね、上げて使ったりできるわけですね。1台でね、4つの音が聞けるって、少々値段高くてもね、コスパいいと思いませんかね。ただね、注意してほしいのは、これね、PS4 などで使うんだったらもうアンプをね、通して使いましょう。コントローラーね、直差しだったらこれ、ね、音小さいし、ヘッドセット本来のね、これね、実力がね、発揮できないと思います。PC ならね、まあ、マザーボードがね、良かったら、オンボードでね、全然いけるとは思うんですが、ゲーム用でもね、音楽用でもどっちでもいいんでね、サウンドカードやアンプを通すことで、さらにね、満足度の高い音が聞けるかなと思います。なかなかね、機材すべてね揃えるのは難しいかもしれないんですが、まあ、買ったらね、これ絶対納得できる製品なんで、ぜひ検討してみてください。次にね、第2位にランクインしたのは、こちら、ゼンハイザーのゲームゼロです。これはね、僕が初めて買ったヘッドセットなんですが、FPS、TPS でね、掴んだったらこれもガチでね、満足できるんじゃないのかなと思います。ゼンハイザーからね、販売されてる GSP500 っていうね、まあ、開放型のやつ持ってるんですけど、まあ、付け心地の良さとかね、見た目をちょっと考えちゃうと、まあ、ゲームゼロの方がね、僕はね、いいかなって思います。ゲームゼロに関してはね、結構前のヘッドセットなんですが、これね、まだね、プロの愛用者もね、多くって、まあ、長い期間ね、使い続けられてるね、ヘッドセットというね、イメージを僕は持ってます。というわけで、2位にランクインした、このゲームゼロの付け心地はね、全体の質感などにね、フォーカスしてズダッとお伝えしますが、これね、付け心地はね、速圧弱めで、軽いんですよね。軽いんで長時間つけてても全然疲れません。で、全体の質感は値段の割にはまあ高級感ねえよなって感じがします。で、マイクに関しては跳ね上げ式のね、ミュートが便利でね、音声はね、かなりいい方かなって感じです。で、音質はね、中高音ベースで、低音がね、かなり弱めです。個人的にね、ゲームゼロは FPS、TPS しかしない人向けのヘッドセットだと思ってます。理由としてはね、製品の解像度はね、高いんですが、低音がね、ちょっと弱いんで、音にね、全然迫力ないんですよ。とはいえ、全く低音がないわけじゃないんですが、他のヘッドセットと聞き比べると、まあ、これね、違和感感じるレベルだと思います。ただね、注意していただきたいのは、こちらの製品も、アンプやサウンドカード必須です。コンソールゲーム機なら、ここにあるね、ミックスアンプとか、サウンドブラスターの G6 あたりとね、一緒に買った方がいいと思います。PC ならね、まあ、オンボードでね、いける可能性はあるんですが、まあ、音を鳴らすね、機材もね、一緒にね、あった方が無難かなと思います。まあ、完全ね、これね、ゲーム特化っていうね、ヘッドセットにはなるんですが、用途をね、もうね、絞って使うよという方はね、ベストな選択肢にね、なるんじゃないのかなと思いますね。というわけです。1位にランクインしたのはこちら、ベイアダイナミックの MMX300 セカンド。またもやね、ベイアダイナミックがね、今回のランキングに入ってきましたね。それもね、1位というね、もうやべえよな。別にね、僕がね、ベイアダイナミックをね、宣伝したって、正直何の得もないんですけど、こいつね、ほんまにいいヘッドセットなんですよね。個人的に MMX300 セカンドは、マイク音声、そしてヘッドセットの音質、すべてにおいてね、最強だと思ってます。こんなね、ランキングをね、作る人の、まあ、大体が、まあ、GSP600 とか GSE500、まあ、定番なんでね、1位に持ってくると思うんですが、これをね、1位に持ってくるのは僕ぐらいだと思うんで、まあね、信用してもらえるかわからないんですが、ほんまにいいですよ。というわけでね、1位にランクインした MMX300 セカンドの付け心地や全体の質感などをね、フォーカスしてザザッとお伝えすると、付け心地ね、これね、速圧はね、やや強めなんですけど、軽いんでね、疲れにくいんですよ。ほんでもって全体の質感なんですけど、これね、ハンドメイドで高品質です。まあ、これね、もう、ベイアダイナミック製品すべてに言えることですね。で、マイク音質なんですけど、これもうマジね、とんでもね、鮮明でクリアな音聞こえます。で、音質はね、低音、高音しっかり聞こえるんですが、まあ、中音がね、やや弱めかなって感じがします。まあ、こんな感じの製品なんですが、ゲーミングヘッドセットでここまでね、マイク音質を誇る製品はないんじゃないかなって思います。この動画ではね、音声テストはしないんですが、単体レビューもしてるんで、そちらのマイクテスト聞くと、これヘッドセットのマイクなんてね、疑うぐらいね、クリアに感じるかなと僕は思ってます。まあ、その辺はね、まあ、個人差はあるとは思うんですが、僕の中ではね、ヘッドセットではもうナンバーワンの音だと思ってます。ヘッドセットのね、音質についても、音楽を聞いてもね、これね、もう満足できるくらいね、いい音になるんですよ。僕がね、所持してるヘッドセットの中では、こいつもダントツで音の解像度高いですし、低音から高音までもしっかりと聞けます。定位も良くてね、これね、Apex ね、プレイした際には、フレンドよりもね、素早く敵の位置把握っていうのがね、できてる時がね、割とね、多かったように感じます。個人的にはもう何もね、不満がないようなね、ゲーミングヘッドセットなんですが、やっぱりね、アンプの使用が前提になってきます。ただね、併用するアンプもね、相性がある感じで、定番のね、ミックスアンプとかだったら、まあ人によってはね、こいつね、あんまりね、音が取れないように感じちゃうかもしれないです。
なんで、サウンドブラスターの G6、今僕が手に持ってるやつね。こいつらと併用した方がね、もうよりね、満足して、こいつね、使っていただけるんじゃないのかなと思います。まあ、このヘッドセット使うんだったら、まあ、外付けマイクもね、別にいらんのんじゃねって思ってるくらいなんで、まあ、できればね、ゲーム用のね、アンプと併用して使うのをおすすめします。音楽用ね、アンプだったらね、マイクのね、入力っていうのができないんで、まあ、その辺はね、一応気をつけてください。まあ、全部揃えるとね、まあ、コストはね、結構かかってくるんですが、ステレオでね、使える最上級のヘッドセットだとね、思ってるんで、予算が許すんだったら検討していただけると嬉しいです。なんで1位なんかね、わかると思うんで、まあ、そのくらいいいヘッドセットなんでね、ぜひね、検討していただけると嬉しいです。はい、ここまでお疲れ様でした。そんなわけで、2020年上半期の1位はね、ベイエアダイナミックのね、MMX300 セカンドになりました。下半期版もね、作成予定ですが、このヘッドセットにね、勝てる製品出るのかなって感じがしてます。今回のね、動画で紹介した製品はね、僕のチャンネルやブログでね、細かいレビューもしてるんでね、気になった製品はね、ぜひそちらもね、見ていただけると嬉しいです。概要欄の方にね、もうね、すべてリンク貼らせていただきます。あとはね、気になった製品にね、アクセスできるようにね、Amazon のね、リンクも貼ってるんで、ぜひねそちらもチェックしてみてください。というわけでね、今回の話は以上になるんですが、少しでもね役に立ったよという方はね、コメント欄でコメントいただけると嬉しいです。あとね、質問等いただきましたらできる限り回答させてもらってます。まあ微妙だなって思った方もね、間違いでもいいんでね、いいねボタンをねポチッと押してやってください。ゲームに、ね、関わる情報にね興味があるのにもかかわらずね、まだねチャンネル登録してない方はね、見逃さないためにもね、今のうちにねゆとりまんチャンネルねメンバーになっていただけると嬉しいです。皆さんのねコメントや評価っていうのが次の動画のモチベーションにつながってます。ぜひねよろしくお願いします。それではまたね、次回ゆとりまんチャンネルでお会いしましょう。またね。